こんにちは、のり太郎です。今回のお話はいつもお話しさせていただいているようなこういうスラブ入りのアンティークコインとかモダンコインのお話ではなくてですね、このような地金型のコイン、特に銀貨のお話をさせていただきたいと思います。もうこのような地金型の銀貨をですね、楽天でポイントをもらいながら賢く銀投資をするという方法と、なぜそもそも今銀なのというようなお話をしたいと思います。であれ金じゃないのと思われた方も多いと思いますが、もちろん同じように地金型の金貨を買っても良いのですが、まあ高いということと、なぜ銀をおすすめするのかっていう、ポイントが3つあります。で1つ目は銀はまだまだ割安と、で2つ目は日本円はまだまだインフレする、3つ目は円安はまだまだ終わらないということで、少し詳しく解説しますと、銀がまだまだ割安というのはなぜかというとですね、銀はアメリカの大きなコメックスというような市場とかですね、ETF という、現物には基づいているペーパー状の銀で、現物を買いしない取引によって過剰な空売りっていうのをされてですね、少し下がるときにガーンと売りが入って価格操作されていると言われています。で金と銀の価格差を示す金銀比価という指標があるんですが、2023年の11月16日時点で 83.44 ということで、最近最高値を更新し続けている金価格がこの銀の83倍と、この銀83枚で金貨1オンス1枚ですよというような価格差があるということを示しています。で歴史的に見れば、過去50年の平均値で見ると金銀比価というのは60程度ということなので、 83.44 というのはまだまだ相当割安だという指標になっています。で2つ目、日本はまだまだインフレするということで、こちらのインフレっていうのはもう世界的な流れになっておりまして、輸入品の値上がりによるコストプッシュ型のインフレっていうのが日本ではまだまだ、しばらく継続する見込みになっています。で最近は欧州とか米国のインフレ率が下がってきたという話がありますが、インフレ率が下がっただけでインフレが止まったというわけではありません。また世界中でインフレ対策で利上げをしている中で、日本は利上げをすることができないということで、異次元の金融緩和というのを継続しています。これを分かりやすく例えますと、みんな高熱でうなされているところでキンキンに冷えた水枕で熱を冷ましているというのに対して、日本だけが熱が出ているのに熱湯のお湯枕で温め続けているというようなものです。つまり日本はこれからまだまだインフレが起こるということになります。また円安はまだまだ終わらないということで、3つ目ですね、こちらは先ほどのお話の通り、日本円は危機的な状況にあるということが今年の10月にドイツ銀行からレポートで出されています。その内容は結構衝撃的なのですが、なんとこのレポートでは日本円はトルコリラやアルゼンチンペソと同じカテゴリーに分類されたということで、リラとかペソというのはここ数年で通貨価値は10分の1ぐらいまで下がってしまったという通貨になります。つまり日本円もそのうち通貨価値が10分の1になってもおかしくない状況になってしまったということになります。10分の1にはならないかもしれないんですが、円の通貨価値っていうのはこれからもどんどん下がるという見通しということになります。一旦おさらいすると、銀はまだまだ割安、日本円はまだまだインフレする、円安はまだまだ終わらないということで、これだけ危機的な円、日本円にフルベットするのが現金をそのまま持っていたり現預金
だったり、これがいかに危険なギャンブルというか、まあ負け確定なのでギャンブルにもなっていないので、まあ、言い方悪いですが、ただお金をドブに捨てているというような行為だということがお分かりいただけたかと思います。じゃあどうしたらいいのかというと、インフレというのはそもそもお金の価値が下がって物の価値が上がるということを言いますので、まあ、物の値段が高くなるということはお金の価値が下がってます。でお金を物に変えておくと、そうすると高くなる前に買えるということになります。でインフレの場合は物に変えるというのが鉄則ですね。でそしてどういうものが良いのかというと、世界的に普遍的な価値があると、こういう貴金属のような、まあ、腐ったりしない貴金属のようなものであれば、通貨がゴミのように安くなっても他国の通貨に変えることができます。で円安、通貨安の場合は貴金属に変えるというのが鉄則ですね。そしてさらに貴金属の中でも、まあ、先ほどお話ししました通り銀が割安ということなので、まあ、今は銀投資でしょうということで、まずは最初の銀投資として、まあ、非常に手軽な銀の地金型の銀貨を買われるのはいかがでしょうかという話なんですが、まあ、これはすでにアンティークコインを買われている方にとっても分散投資としてですね、非常に、アンティークコインとはこれはまた違ったものになりますので、分散投資として有益な投資方法になりますので、ぜひ参考にしてみてください。でもちろんもっと良いコインが欲しいという方は、私のショップで、今ブラックフライデーセールなんかもやってますので、こういう銀貨をプレゼントみたいなのやってますので、ご興味がある方は概要欄からショップを覗いてみてくださいということで、前置きが長くなってしまったんですが、こういった地金型の銀貨を最安値で、どうしても最安値がいいっていうんであれば、やっぱり20枚とか100枚とかですね、そういった単位で買った方がいいんですが、まあ、手軽に買いたいっていうんであれば、楽天市場なんかでポイントももらいつつ、賢くコツコツ楽々買うというのがおすすめかなと思います。で楽天市場のヘビーユーザーの方はよく分かってると思うんですが、楽天では期間限定でさまざまなポイントがこうキャッシュバックというかですね、ポイントが多く返ってくるイベントがありますので、結構そういう時に買うとお得に買うことができます。でお買い物マラソンなんかはですね、お買い物マラソンっていう期間が何日間かあるんですが、その中で、各店舗をはしごして買うとポイントが最大プラス9倍ぐらいまで上がるお得なキャンペーンになってまして、まあ、楽天の回し物ではないんですが、まあ、さらに5とか10のつく日は5等日と言われていて、ポイントがさらにプラスになったり、18日と被ると市場の日なんかでまたポイントがプラスになったりしますので、まあ、そういう人をお買い物マラソンの日が重なるときに、ポチッとこういうのを1枚ずつ買うというと、まあ その時の値段で買えますし、ポイントも返ってくるということで結構お得に買えたりします。で実はなんで楽天でっていうところで、まあポイントが返ってくるっていうのもあるんですが、ここが今回のお話の最大のポイントなんですが、ポイント還元でお得に買うというよりも何よりも、楽天のこういった期間限定セールっていうのはですね、定期的に開催しているというのが最大のポイント、今回のお話のポイントなんですが、どういうことかというとですね、これは自然とドルコスト平均法という投資の手法、まあ投資の手法としては最強の手法なんですが、自然とドルコスト平均法ができてしまうという大きなメリットがあります。ドルコスト平均法、ちょっと簡単に説明しますと、一定の額を一定の間隔で盲目的に投資した方が実は多くのトレーダーよりも成績が良いという、投資手法になります。でこれに近い投資が、まあ、今回ご紹介した楽天で、楽々銀投資でできてしまうということになります。
で細かいことを言うとですね、楽天で1枚ずつ買うのは定額ではなくて定量になってしまうんですが、安い時はもう1枚買い足すみたいな、安い時には2枚を買うというような感じになると少し定額に近づくので、このドルコスト平均法になるかなと思います。でちょっとマニアックになってしまったんですが、この銀貨は他にもメリットがいっぱいありまして、やはり貴金属なので銀は本当に綺麗で、デザインもいろいろありますということで、これはカナダのメープルリーフ銀貨というやつなんですが、その他にもオーストラリアのこういうカンガルー銀貨とかですね、あとはウィーン銀貨なんかもデザインが非常に綺麗です。あとはイギリスのこういうイギリスの国章がついたような紋章のものもありますし、こういったブリタニア銀貨っていうのがオーソドックスな銀貨になります。でこれ、今はチャールズ3世なので結構不人気なんですが、これは地金の価格に近いので、プレミアムも何もないんですけど、ないことはないんですけど、この一つは2023年、ちょっと見えないかもしれないですけど、2023年のこういったもう亡くなられてしまったエリザベス3世の銀貨なんかも出回ってたりしてますので、これちょっと希少価値があるのかななんて思いながら、持っています。で、こういったイギリスのものの他にですね、中国のこのパンダコインですね、パンダ銀貨なんかも、毎年パンダのポーズがこういう感じで変わってたりしてですね、結構可愛い銀貨になります。少し今高いんですけど、パンダ銀貨もやっぱり人気ですし、アメリカのこういうリバティ銀貨ですね、アメリカのリバティ銀貨も投資対象としては非常に、少し先ほどのブリタニアとかなんかと比べると少し高いんですが、投資対象として少し持たれるのはいいのかなと思います。ということで、ちなみに楽天でどこで買えばいいのというところですが、お買い物マラソンなんで店舗をこういっぱいはしごした方がお得になったりするんですけど、内緒でおすすめのコイン屋さんをご紹介しますと、コイン専科さんっていうのが楽天で買うとよく出てくるんですけど、安いのもありますが、嬉しい特典としてインスタントのドリップコーヒーとかですね、お菓子が毎回もらえたり、金額が大きくなるとバームクーヘンが入ってたりとかですね、嬉しい特典もあります。あとは野口コインさんなんかも安くて良心的なので、そういったところを、他にもいろいろ良心的なお店ありますので、そういったところをこうお買い物マラソンの時に1枚ずつはしごするみたいなのをされてはいいんじゃないかなと思います。で今回の話以上になるんですが、最後に一つちょっと注意点がありまして、これアンティークコインも一緒なんですが、保管場所をそのまま押し入れに入れたりしてしまうと、湿気でミルクスポットという、これついてないんですけど、ポツポツポツっていう白い斑点が出てきてしまうことがありますので、やっぱりジップロックに入れてですね、1枚ずつさっきみたいに楽天で買うと一つ一つこういったカプセルに入れて送ってくれるので、それをちょっとまとめてジップロックに入れて、除湿剤ですね、こういった除湿剤 とシルバーセーバーというような、銀専用の防生紙ですね、こういう紙を一緒に入れてジップロックに入れて、でこれを二重にくるんでおくというようなことをすれば、これさらに大きなジップロックでくるむというような感じで、
しまって、まあ、これをカンカンに結構あのブリキの缶に入れられてる人も多いみたいなんですが、まあ、そういった缶に入れてもいいですし、まあ、心配な方は金庫に入れるというような形で、しっかり除湿をしてしまうということをするとミルクスポットが非常に出にくい、まあ、出にくいというか私除湿して保管してミルクスポット出たことないんですけど、まあ、そういった保管をされるといいかなと思います。ということで最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつも応援してくださっている皆様、いつも本当にありがとうございます。皆様で、楽天で楽々銀投資やってみましょう。ということで最後皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。To be in the great outdoors.